与野大宮道路は、埼玉県埼玉市中央区の下内愛交差点から、同市大宮区の桜木町交差点に至る、国道17号の原道である。埼玉市域の国道17号の原道区間の、大半は、主要国道でありながら、片側1車線のために渋滞が慢性化していた。埼玉新都心の整備に合わせ、周辺の交通事情改善のため、与野駅から、 大宮駅までの区間の4車線化の拡幅工事を行うこととした。合わせて、電線共同校地下に設置し、電柱、電線を撤去して、緑地帯とするなど、歩道の環境改善も図った。また、国道整備の関連事業として、北世のデッキも建設した。現在、先行着工区間1200メートルのうち、埼玉県道56号埼玉、 富士見の所沢線との重複区間である、上落合一丁目交差点から、上落合交差点までが、暫定3車線で開通している。当初計画では、平均福井を25メートルで計画していたが、用地取得に時間を要することが、早期に分かり、部分的に75センチメートル、狭い24.25メートルに狭めて整備した。このため、4車線幅には、 不十分な部分が生じたため、上り車線の流動を優先し、部分的に上りに下り一車線での整備となっている。北与野駅信号から八幡田通り交差点までは、暫定型で工事を中断している。完成後には、石山通り以北の区間で4車線が開放される予定である。また、赤山通り交差点と、 石山東線交点までの300メートルは埼玉市の都市計画図で現状維持とされているため用地取得が行われておらず、全線の完成時期は未定である。ありがとうございます。